はい、こんにちは、島です。いつも皆様ありがとうございます。島トレのコーナー、久々の島トレコーナーやっていきたいと思います。今回はこのオイル漏れで有名な ZX25R でちょっとした小ネタをやっていきたいと思います。今日はセパレートハンドル車の乗り方ということで、まあ、ちょっとね、街乗りスポーツ走行的な乗り方でセパレートハンドルに乗られている方、怖いと思うんですけども、ちょっと気持ちよく乗れるように何か、アドバイスできたらなと思ってます。シマのライテクトレーニング、楽してシマトレです。あれやな、これミラーちょっと普通の状態でやってみましょう。まずポジションからいきたいと思います。はい、フォームですね。ライディングフォーム、よくね、SNS とかで、こういうフォーム、背中がまっすぐになって腕ピーンっていう、こういうフォームダッサいっていう風にね、言われるんですけども、僕これ別にいいと思ってます。ツーリングとかでめっちゃ楽ですよね。はい、ツーリングフォームです。まあ、格好悪いと思うんですけど、背筋を伸ばした方が体の負担が分散されて楽です。腕もね、まあ、突っ張ってたらちょっと腕がしんどくなると思うんで、たまにね、こうやって背筋を曲げたりすることは大事かなと思ってます。なので、まあ、ツーリングライダーさんがね、まあ、そっちの方が詳しいと思われるので、まあ、これに関しては詳しくは、お話はしないでおこうかなと思います。僕は全然この腕ピン背筋まっすぐフォームいいと思います。はい、でもう一つね、ちょっと山道を走ったり、するときに、まあ、こういうフォームだとね、ちょっとバイクの方が動いてくれないので、その時にやっぱりちゃんと、まあ、つま先まっすぐ前に向けて、しっかりニーグリップ挟んで腕から力を抜いた、こういうフォーム、手を添えるだけのフォームでいくとかっこいいんじゃないでしょうか。はい、この2つの使い分け、どっちがいいどっちが悪いっていうんじゃなくて、両方使えるようになってください。はい、でもう一つ、ツーリングライダーさんはあんまり気にしてないと思うんですけども、つま先ね、つま先、こういうフォームで、まあ、楽なのは分かるんですけども、これだとね、とっさの時に、ブレーキとかできなかったり、急に、飛び出してきた時に、まあ、急ブレーキかけちゃうみたいなことになりがちなんで、ちゃんと右足はブレーキペダルの上にかけておく、右手はフロントブレーキに常にかけておくっていうことが大事になってくるのかなと思ってます。はい、スポーツバイク乗ってるんだったらそのあたりは気をつけた方がかっこいいかなと思います。じゃあ次、フォームはね、誰でもできるんですけども、このバイクちょっとうまく走りたいって思うのは、皆さん当たり前やと思います。こういうバイクって上は回るけど低速トルクはそんなに、モタードとかに比べればパンチが弱いっていう車種が多いと思うので、アクセルワークがちょっと雑でも実は飛んでいきにくいです。なので低速の難しさはそういうモタードの方が難しいと思います。でもアクセルを、やっぱり気をつけていかないと内側にこけちゃうので、そのあたりだけね、注意していきましょう。なんかちょっとかっこよく乗りたいね。はい、でこの座る位置なんですけど、僕はあんまり気にしてないので普通にドカッと座った状態でいいと思います。はい、この背筋伸ばしたフォームとリーン、ウィズ、ちゃんとしたリーンウィズでどういう風にね違うかっていうところを見てもらいたいと思います。
これが今背筋を伸ばして腕を突っ張ってリンアウトっぽく走ってます。的な乗り方はこうなんでしょうけど、やっぱりハンドルが低いので、やっぱり背筋がしんどいので、ハンドルにこういう風に腕を伸ばせて、乗っちゃうんですけど、これがねちょっとバイクの動きを阻害しちゃう原因にもなるので、そこを改善していきたいです。はい、簡単に、できる、コツを教えます。まあさっき言ったようにつま先まっすぐ、ニーグリップしっかり、この状態で腕の力抜きたいので腹筋に力入れてください。ふっ、この状態で、腕に力が抜けます。まあ、体幹すごい力入れてます。はい、これでリンウィズの完成です。はい、腹筋に力入れるだけで綺麗なリンウィズができると思います。ここをちょっとね頑張ってほしいです。でこれができる人、もっと中級初級卒業された方は体重移動もやっていくと、かっこいい乗り方ができると思います。ということで今回、はい、なんかコメントあれば。ということで島のライテコ動画でした。また美香さんの走りもぜひ応援してやってください。お願いします。はい、はい、ありがとう。このバイクね、膝、太ももからめっちゃ近いです。フルロックにも当てなくてもいいので、今フルロック当ててない。